ああこの映画面白かったよ。別れた恋人が死んじゃうんだけど映画なんて珍しい。誰と見たのか聞けない。君の悪い癖、友達が女に間違われてナンパされたことがあって、それがちょける話なんだけど、結論から話したす僕の癖、何も言わず笑う君の悪い癖。最後の最後は喫茶店、あの6文字が流れて、気づけばなぜか二人とも泣いていた。何万回使い古された愛してるより君が欲しかったものって。